スプーン見てればいいんだろ。うん。はっ。どうも、ピーチスと申します。ようこそ。検索してはいけない言葉をみんなで検索しようぜという動画へ。さあ、まずはリクエストしていただいた言葉の中からこちらのワードをご覧ください。AC 謎。 AC といえば今までいろんな CM 見てきましたが、謎の CM ってことなのか。行きましょう。はい。ん、検索してはいけない言葉、ウィキ。さあ、 YouTube の AC 謎の CM という動画、これサムネケイン小杉さんだよね。明るい感じですが、再生してみましょう。3、2、1、ドン。あ、懐かしい、バーモントカレー。え、ちょっといきなり、やめてやめてやめて。横浜タイヤ。え、いや、ちょっと、え、これ CM なの、これ。そうなんですか。あ、公共広告機構です。多分違う。それでは本日もランダムにワードを見ていきましょう。いきます。 3、2、1、ドン。おたまじゃくし、ニコニコ。おたまじゃくし、ニコニコ。ニコニコしたおたまじゃくしっていうことでしょうか。いきましょう。はい。うわ、これだ。ニコニコ動画っていうことだ。塩素の原液にオタマジャクシ、オタマジャクシを入れてみた。それではニコニコ動画で塩素の原液にオタマジャクシ、オタマジャクシを入れてみたという動画、再生してみましょう。いきます。3、2、1。はい。何やら水槽のようなところですね。水族館のような。そこに小さな水槽もあります。オタマジャクシがいっぱい入ってるんでしょうか。これが、これが塩素入れた。うわ、もう入った瞬間、オタマジャクシは元気がなくなりました。ビクビク動いてます。溶けちゃうのか。あ、動いてる動いてる、激しく動いております。うわー、うわ、ちょっと待っ。ダメだこれ。うわ、もう溶けて、おお、これはちょっと YouTube では流せないですね。モザイクですかね。最終的に内臓なのか分かりませんが、紐のようなものだけが残って、あとは溶けてなくなっちゃいました。恐ろしい。さあ、続いてのワードいきましょう。3、2、1。はい。Deforestation of Jelly。 Deforestation of Jelly。 ジェリーの伐採、どういうことなんでしょうか。行きましょう。はい。え、これでいいのかな。さあ、それではニコラス・フェドロフ、 Deforestation of Jelly、 リアップロード、再アップロードって書いてありますね。サムネからするとトムとジェリーの、まあ、手書きの二次創作みたいな感じなんでしょうか。再生してみましょう。3、2、1、ドン。ん？なんだ。あ、ディフォレステーションオブジェリーオープニングだ。ニコラス・フェドロフ。な、味があっていい感じの絵ですよ。うん。なんだこれは、チーズか。
違う、トムだ、トム。オープニングみたいのがあるんだ。ちょっと待って、全然聞き取れないんだけど。でもこもりすぎてるというか、エコーみたいな。最後おかしかったぞ。ジェリーだ、かわいい。ジェリーかわいいですね、本当にね。おっと、マウスホール、ネズミの穴、 3D ですよ。なんかいい色合い。おお、そんな感じでくんのかい。キャラクターは 2D なんだ。どっちも聞き取れないな。ビタミン B12 何を言ってる。ヘルシー、イエーイ。まあまあまあ、なんか栄養が欲しいみたいなことかな。チーズ、ビタミン B12 ってチーズに入ってるのかな。で、お、手が上にあってチーズ。なるほど、ジェリーを閉じ込めようとトムは檻みたいな罠にチーズを置いておびき寄せようと。ほら、そうなってますよ。あの上の絵は何ところで。行っちゃダメだジェリー、ジェリーやめろ、行くな。あー、行っちゃった。あ、閉じ込められた。いやでも、まあ、大体トムとジェリーって、ジェリーがトムをいじめるではないですけれども、まあ、ギョス話なんで、どうにかなるんじゃないですか。お、行くところまで行きそう。でも捕まっちゃ、焦ってるジェリーが。珍しいですよこれは。怖い怖い、セリフが怖いよ、セリフが。なんでこんな邪悪だっけトムって。おお、焦ってる焦ってる。こっから抜け出せるのか。本当に何言ってるか分かんないのよね。頑張って抜け出してくれジェリー。違うじゃんそんなの。そんなのおかしいって。おい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 、体がバラバラになった。いや、なんで2回やんの。ないです、そこもう切ってましたやんね。えでもまあそんな感じで、トムがジェリーを、あれ何これ、ジェリー。幽霊になっちゃった。全然聞き取れないけど、なんとなく許さねえぞみたいな感じなのかな。お、終わり？違う。トムな、どうした、どうした、急にお互い立体になった。急にジェリーでかいし、槍をいきなり突き刺したよ。こーわっ。There is no hope? None at all. ダークすぎない？ダークすぎない？さあ、続いてのワードいきましょう。3、2、1、はい！ナポレオンズ、スプーン曲げ。さあ、ナポレオンズ、スプーン曲げ。ナポレオンズさんといえば手品師さんですよね。そのスプーン曲げって言ったら普通に手品の動画が出てきそうですが、行きましょう。はい。ニコニコ動画でスプーン曲げというタイトルの動画が問題の動画だということで、ちょっと再生してみたいと思います。行きます。3、2、1。
テレビの収録中に事故があっても普通の人は絶対見れませんよね。そうだよね。そういうものをですね、お金をかけて投稿者裏ビデオ、まあね、販売業者、戦争を止め、飢餓をなくすこともできます。うん、世界の平和は君たちの世代にかかってます。めちゃくちゃ語るじゃん、この超能力者。今度はこのスプーンを、お、立ててしまいます。立ててしまう。一切スプーンに手を触れないで、うん、このスプーンが本当に折れるんです。まさかそんな、はい、え、それでは、はい、みんなの力を借りたいと思います。自分の好きな色の玉をイメージ、好きな色の玉、そのイメージの玉を、はい、この手に、うん、手に移動させてください。わかりました。どんどん集まってきてます。うん、まだ弱かもしれないけど、さあ、え、ここからの主張は心身に重大な影響を及ぼす恐れがあります。よく見せてください。お、よく見てるよ。うん、スプーンをな、スプーン見てればいいんだろ。うん、はっはっ、おっ、え、昔ナポレオンズさんは自称超能力者の力を手品で見破るという企画をよくやっていて、ほとんどの超能力を手品で再現するなど、超能力を疑っている人には頼もしい存在でした。そんなナポレオンズさんの目の前で起こった大惨事、これはかなり怖いですねと思いましたが、今のは作られた恐怖映像だったそうです。女性の方もね、直前に人形に変わってその人形の首が折れるというような演出がなされていたみたいです。さあ、続いてのワードいきましょう。3、2、1、ドン。ハローキティ。ハローキティではなくてハローキティ。ちょっと不謹慎ネタなのかな。行きましょう。はい、ハローキティとはピクシブ百科事典。さあ、ニコニコ動画にタイトルはハローキティとなっているんですが、サムネがハローキティになっている動画があります。ちょっと再生してみましょうか。3、2、1、はい。いやー、みんな、うん、キティだよ、キティだよ。街を歩いてる、キティちゃんが。飲みすぎた、飲みすぎて気分悪いの。吐きそう。え、吐いた。え、何これ。みんなも飲みすぎには気をつけようね。死んだ。キティとのお約束だよ。まあ、気をつけようね、みんな。おしまい。終わっちゃったよ。お、タイタニック。壮大でいいじゃないですか。ここら辺騒がないと BGM ミュートにしないといけなくなりますね。船酔いだ。今度は船酔い。吐きそう。これ大変ですね。これはまあ飲みすぎよりしょうがない感じがしますけれども。みんなも氷山には気をつけようね。氷山には気を、キティとのお約束だよ。氷山にはみんな気をつけましょう。はい。ピカチュウの冬休み。キチちゃんはもう関係ないのか。はるばるアメリカまで来たけど、うん、こっちの水は体に合わない。またお腹壊してんじゃない、ピカチュウも。うわもうやっぱりな。いやもう、はあ、すっきりした。あ、すっきりした、よかったね。いつ有名なジャパニーズもんじゃ焼きですね。違います。ピカ、食べてみるピカ。いや、た、うわ、ベリーグッド、テイスティー、美味しいですね。嘘だろう。何してんの、本当バカだな。いや、そんなアメリカ人の方いませんから。いませんよ、そんなの。おっ、キティちゃん対ピカチュウ、これは壮絶な戦いが。うん、てめえ最近ちょっと売れてっからって調子こいてんじゃねえぞ、こら。調子こいてんじゃねえぞ。だとピカ、んだとピーカー。どうした。うわ、ちょっと目がなるほど、ポケモンショックで。見るときは離れて見るようにしようね。そうだね、キティとのお約束だよね。これ重要な社会現象になりましたから。またまた有名なジャパニーズもんじゃ焼きではないですか。キティちゃんが吐いた。クエクエ、うん、ベリーテイスティーで美味しいです。アメリカ人って本当どこまで行ってもバカだな。そんなアメリカ人の方いないから、本当に。
ねえ、私ユーたちのもんじゃ焼きいっぱいいっぱい食ったら、うん、腹壊してしまいました。そりゃ壊しますよね。なんぞ勢い何そのおーしーっ、すごいね、うんこブーの勢いがすごかったな今。大人気キティちゃんグッズ受付にて発売中。かなちゃん、おキティちゃんグッズ買ってきてあげたわよ。かなちゃん CM 級に、よかったね、かなちゃん、キティちゃんグッズ。これキティちゃんじゃない、うん、キティちゃんだよ。よく見たら気持ち悪い。え、いやいやいや、呪いの人形だよそれ。呪われてるわ。かなちゃんグッズも発売されてんの。え、お、キティちゃん対ピカチュウ対かなちゃん。もう、いやこれもう戦いじゃないよね、セッションしてる。いやいや、アメリカ人の方が、なんなのこの、仲いいじゃんみんな。あれ、勝ったり、みんなも友達を選ぼうね。そうだね、キティとの約束だよ。そりゃそうだ、うん。約束守れないやつは殺すよ。嘘だろ、おい、殺されそうだわ。アンパンマンじゃない？おーい、アンパンマンだよね。お、やあ、うんこパンマン、うん、やあ、しっこパンマン、うん、やあ、ゲロパンマン、うん、やあ、鼻くそパンマン。どんなパン作ってんのジャムおじさん。やめてくれ、うん、敵じゃねえかよ、敵かよ。敵な、お、ドラえもんの未来海底宇宙大冒険、のび太のじゃないのか。まあその点違うんでしょうね、ちょっとね、うん、壮大です。私がドラえもんです。はい、人生にはほとほと疲れました。嘘、やめてそういうの。先ほど睡眠薬を2万粒飲みました。2万粒皆さんさようなら、おやすみ。うん、期限後2999年。目が覚めてしまいました、うん、今度は海に飛び込みます。え、もういいって。皆さんさようなら。諦めよう。はあ、あれは何があった。うわ、伏線、伏線回収だ。そうです、あれはタイタニックです。みんな、そして我々は生きてたの。あれを宇宙戦艦に改造し、うん、遥か銀河の彼方へと飛び立つので。なんだその計画は。早く乗るのです。なんでだ。船に酔う、もんじゃく、腹を壊す。な、なにこれ。船に酔う、もんじゃく、腹を壊す、うんこぶ。船に酔う、もんじゃく、腹を壊す、うんこぶ。船によ、もんじゃく、腹を壊す、うんこぶ。何これ。なんか小気味いいな、なんか、うん、うん、最後うんこしか出してないけど。ポラさんじゃねえかよ、帰ってきたドラえもん。うん、いやでもいいですね。いや懐かしいな。あれ、おい、宇宙から帰ってきたのか。お兄ちゃんおかえり。あれ、よーさくら、ただいま。さくらなの。ドラちゃんおかえり。え、ゆかちゃんじゃないの、あれ。ドラのやつが帰ったんだって。あれ、タコ。よータコ、よータコ、ドラのやつが帰ったですか。お前は誰じゃ。アメリカ人じゃねえのか。 あっただろう。実は神の使いなのです。うん、神の使い。そしてユーは選ばれた民なのです。お、選ばれた。我々はあのノアの箱舟に乗って、この腐り切った地球を脱出するので。タイタニックだよ、ノアじゃなくて。またワープ、ワープができるんだ今回。おお、どんでん返し。そして私の正体は、うん、実は悪い宇宙人だったので。自分のこと悪いって言うんだ。どうりで最初から片言だったのか。片言はまんまと、アメリカ人だったからじゃなくて。あとは私の餌食となり、うん、食べられてしまうのです。え、Oh no! Oh no! 食べられた。食べられて、え、死んでいく。何この歌。それもまた、いやまだでも、船に酔う、ゲロ、なんか、うん、もんじゃく、僕は腹を壊す、うんこぶしてるよ。君の、え、血となり、うん、肉となる。でも随分狩りにしてはすげえ手間のかかった狩りだよなこれ。みんなも絶対に人なんか信用しないようにしようね。そうだね、キティとの約束だよ。約束を守ろうみんな。
みだりに人を信じるんじゃない。おいてめえら、チャンネル登録を忘れるなよ。ほう。